一の鳥居櫛島戸神社は、兵庫県丹波笹山市福井にある神社。式内社で、旧社格は、剣社。祭人は次の三柱。祭人とする串島戸神、豊か石窓神に関して、司書では串島戸神社自体に関するもの以外に次の、記載が知られる。これらの資料に対して、その内容と串島戸神社との関係は、明らかでないが、 江戸時代の新明朝交渉では、代理の各門の上に祀られた串石窓神、豊石窓神の本社は丹波国の当社であると考察されている。新昇格直府省大道元年長によれば、当時の串石窓神には丹波国から神笛5個が当てられている。延長5年成立の演技式新明朝では丹波国滝郡に、 福祉石窓神社二座並名神大と記載され、二座が名神大社に列している。また、平安時代中期降、末期頃の作と見られる新造三区が、現在まで伝世される。中世には、大芋社と見える。また、応仁の乱の後たびたび戦火に遭い、永六十年に再建された。しかしながら、天正年間に、明智光秀の陛下で全勝し、 車両もほとんど没収されたという。近世の造営を伝える胸札には、漢文三年の本殿造営時、安永四年の拝殿造営時のものがある。近世には、串岩窓大名人と呼ばれ、大宮寺という神宮寺もあった。明治六年、近代社格制度において尊社に弟子、明治三十七年に賢社に昇格した。本殿現在の本殿は、 昭和34年の造営。かつて社殿のそばには、福井と呼ばれる霊泉が存在し、付近の地名の由来ともなっている。また、社殿後方には、宮山と呼ばれる、高さ約30メートルの丘がある。宮山の頂上付近には、霊岩という岩倉が残り、古代祭祀の名残を現代に伝えている。 神道では元来偶像を祀る習慣はなかったが、仏教の影響で心臓が制作されるようになった。心臓の制作は、文献上は8世紀から見られるが、現存遺品があるのは平安時代初期以降である。当社の像は古い心臓の特徴を有しており、平安時代中期から末期の像像と見られている。なお、串石窓いの地座像。 豊かい島戸いのち座像は1981年12月から1982年4月までの間に盗難にあっている。所在地交通アクセス。ありがとうございます。